トライアヌスのフォルム、あるいはフォローディトライアーノは、古代ローマ時代のローマに築かれた皇帝たちのフォルムの、うち、最後に建設されたフォルムである、トライアヌス帝のダキア戦争での勝利を記念して、作られた、皇帝たちのフォルム内での14世紀頃の、皇帝たちのフォルムトライアヌスのフォルムは、106年に、ダキア征服を成し遂げ、戦利品と共に、ローマに戻った。 トライアヌステの命によって築かれた。オステアに残されたファスティの述べるところでは、ホルムは112年に、トライアヌスの記念柱は113年に落成した。この堂々たる総合建築の建造には大規模な掘削が必要であり、作業に当たった労働者たちは、クイリナリスの丘とカピトリヌスの丘の斜面を取り除いた。丘の掘削は、ドミティアヌステの知性に始まった可能性もあるが、 ホルムの計画はトライアノスのダキア遠征にも随行したダマスカスの建築家アポロドロスによるものである。建築中には他にもいくつかの計画が施行された。トライアノスの市場が建造されカエサルのホルムとエーノスゲネトリクスの神殿は修繕された。ホルムは中央200メートル120メートルという広大な広場から建設された。周囲はストアで囲まれ東西の両脇には エクセドラがあった。正門は南側にあり、外線門の上には六頭立ての戦車に乗ったトライアヌステイの銅像があった。バシリカウルピアが広場の北側にあり、白大遺跡から作られた区形の石石が敷かれ、トライアヌステイの牙銅像が飾られていた。広場の両側には市場があり、それぞれがエクセドラに収まっていた。バシリカの北側に接して二棟の図書館があり、 それぞれラテン語とギリシャ語の文章を収蔵していた。図書館の間には38メートルの高さにそびえるトライアヌスの記念柱があった。バッシリカの北には小規模な広場と深刻化されたトライアヌスに捧げられた神殿があった。広場の敷石は良質な大理石であったため、9世紀の中頃になると組織的に取り外され、再利用された。同時期に、 歩道の補修が行われているので、この頃広場はまだ公共の場として使われていたと考えられる。ABCDE ロート、リーランド M、アンダースタンディングアーキテクチャー、イッツエレメ It's Elements, History and Meaning, o u l CO, ベストウェプレス、ISBN 0から06から43158から3、ありがとうございます。